世の中にある五大論争、皆さんご存知でしょうか。そう、まず一つ目はキノコの山、タケノコの里論争。そして二つ目がコシアンかツブアンか論争。そして三つ目、テーマパークは USJ かディズニーか論争。そして四つ目、スマホは iPhone か Android か論争。そして五つ目、チェフかシュマイケルか論争。今回はキノコの里、タケノコの里論争についてではなく、シュマイケル、チェフ論争について解決策を見出したいと思います。チェフが強いのかシュマイケルが強いのか、そんなのどっちだっていいんです。そう、二人同時に使っちゃえ。はい、どうも改めましてメスです。よろしくお願いします。今日はですね、まあタイトルの通りチェフとねシュマイケルをもう合体させちゃおうかなということで、どっちが強いとかもうどうでもいいんですよ。もうどっちも使っちゃおうということで、はい、やっていきたいと思います。まあ当然ですね、当然ね、もうサッカーの根本としてゴールキーパー手を使っていいポジションはやっぱり一人しか無理なので、まあ同時にねキーパーをやるっていうのはまあ不可能なではあるんですけど、これね能力値を見ていただければわかると思うんですけど、チェフの方がですねクリアリングとディフレクティングが高いと。そしてシュマイケルの方はこれ見ていただければ分かる通りキャッチングとコラプシングが高い。そう、根下を多用する人にはシュマイケル、そしてまあミドル、まあちょっとね能力、あのポテト氏のね動画、はい、あのちょっとね画像使っていいかどうか分かんない、今ねちょうど深夜に聞いてるんでまだ返信ないんですけど、もしね使っていいよって返信あったらね使おうと思うんですけど、一応ねポテト氏の動画を見たらですね、まあ、こんな風に書かれてて、まあ、どうなんだろうな、チェフの方のね能力値一応ね、まあ、ディフレクティングガーッと上げたんですけど、まあ、ゴールキーパー2のところですね、まあ、多分ですね、まあ、際どいセービング、まあ、スーパーセーブ的な、あとまあなんかミドルとかにも強いのかなって個人的には思ってるんだけど、まあ、ちょっとね分かんない。本家をいっぱい打ってくる人には慌ててねこうもう試合中にもう、あもうこれシュマイケルやってシュマイケルに変えて、でミドルとか打ってきそうな人にはもうチェフやーつって、もういつでも変化可能、もうハーフタイムで交代とかじゃないよ、もう試合中にすぐポジションを変えれると。もう一回外出ちゃえばね、もうこれぞ無敵のゴールキーパーチェフシュマイケル作戦、やっていきましょう。さあということで試合目やってまいりましょう。お願いします。さあ調子どうだ。まあ、試合中にねちょっといろいろなタイプのシュートを打たれたらちょっとねかなりまずいんですけど、まあ一旦ね言うてチェフがね新登場なので、チェフを中心に使いつつ、あこの人今回いっぱい打ってくるなみたいな、あこれは今回あんまり打ってこなさそうだな雰囲気的に、まあ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 その辺ねちょっとしっかり見極めつつ、はい、やっていきましょう。お願いします。相手なんかめちゃくちゃ2度見3度見してない、なんかずーっとなんかあの試合始まってすぐ見てきたら、おお、まさかチェフとシュマイケルこいつ同時に使うんかみたいな、使いますよ来いよ、おいシュマイケル、ちょ待って、シュマイケルディフェンシブつけたいな、ちょあんまり上がってきてほしくない、やるやるやる、オッケー。ちょっと相手のねまずはシュートのね癖を見抜くことがまずこのね企画の成功への道しるべ、なんだ道しるべって、さあ行くぞオッケー取れるか。さあまずいぞ、守備が一人足りないのか、まあ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 やれる、はいはいはい、一旦ねちょっとキーパーになる前ちょっと危ないぞ。さあ相手は多分クロスで来ると思うけど、まあ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 いいや、そう見せかけての可能性もあるからね、意外と丁寧になんかこう根下とかをね打ってくる可能性があるので、あいや来るな来るな、さあチェフ取るよ、おいはいはいはい、オッケーオッケーオッケー、あタイミング次第では、おありそう、プラティニー、あー打てない、オッケー、とりあえずラーム取れます、落としてここいけそうだね、こうしてこうして落とせるか、きたー、打てない、もう一回もう一回来い、よーしオッケー、やばいぞ来るぞ、あぶねー、いやでもちょっとさすがに、あんまあ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 、まあ、いいや、いや嬉しいんだけど、ちょっとあのキーパー主役なんで、うんあのさ、もうちょっと触ってほしいかも、やばいチェフナイス、あれチェフは何をあげてるんだっけ、クリアリングだっけ、ちょっと忘れちゃった、もうなんかディフレクティングだかコラプシングだかなんかね、もうクリアリングだかキャッチングだかもうわけわかんねえって、これでもさちょっと相手のシュートの癖というか、まあ、だいぶねなんか守備がいい感じにはまってて、
相手のね守備シュートのこう傾向がわからないんですけど、まあでもせっかくさやっぱ合体企画でやってるからさ、これじゃただのあのシュマイケルセンターバック企画になっちゃうから、ちょっと途中で交代したいな。もうちょっとねイメージでは頻繁にねキーパーをこうコロ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 変える予定だったんですけど、まあなんとなく守れちゃってるからいっかみたいな雰囲気で来てるけど、さあさあとりあえずチャンスですよと。あーもう1点ぐらい欲しいな、これリーグ戦だから。さあということでもう残り10分切っておりますが、ちょっとね交代できるタイミングがなかったので、はい、ここで行きたいとシュマイケルスタミナがあのさ、ウディフォーメを相も変わらず使ってるんだけどさ、このウディフォーメ使った人だったら分かると思うんだけど、あのハマる人は徹底的にハマるんよね。だからこうなんか攻撃の糸口がつかめないみたいな、こう結構さガンプレするから、なんかそんなにシュート打たれずになんかこうねひたすら攻め続けれるみたいなフォメなんで、これまあお相手さんが悪いっていうか、なんていうかこのフォメが強いんよな。うん、あのだからといってさ、なんかやっぱわざとシュート打たせるのも違うやん。うん、ということでシュマイケル一度もボールに触らず。さあということで2試合目ねやっていきましょう、お願いします。さあ調子性のドン、おお、ダブル好調、いいね。チャンスチャンス、バペアク来たー。これはグルーリン、あー持ちすぎだな。取れれば、おお、ありがとう、オッケー。やばいぞやばい、おお、これがクリアリングだね。クリアリング関係あるね。あれチェフクリアリング上げてたっけ。もうどっちがどっち上げてるか分かんなくなっちゃった。今でもクリアリング関係ありそうだね。コーナーに書き出す能力ね。はいはい、素晴らしい。あ、通りそう。落とせる？あ、完璧だね。うまい。俺成長したな。成長してるわ、メス。はい、テイクー。で、プラティに走ってんの見えてる。うわー。繋がらんか。さあ、シュマイケル。頑張れ。お前、センターバック。あ、ちょっと待って、やばいかも。これ結構、おー、さすがの富安。うん、ちょっとキーパーとの一対一も若干未体感はあったけど、まあ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 。喜ぼう。あ、あるクルリン貯めて、これ行きたいね。打てる、あー、まあまあまあ、シュートまで行ったことはちょっと自分で自分を褒めたいと思います。やばい、うわー、入れられたおい、チェフ、これはもうちょっとあれですね、作戦発動だな。これちょっとやっぱチェフで止められないものはシュマイケルに任せると。やっぱクリアリングだったね、上げてたの。はいはいはい、まあ、クリアリングは難しいですが、やっぱりね、コンカとか今ね打ってきましたけど、あ、打ってきたか、今コンカだったか。ちょっと怪しいけど、シュマイケルがもう1セーブでもしてくれたら、もう俺の理論がね正解だったっていうことになるんで、ふざけたことねしてんじゃねえよって思われるかもしれないんですけど、これがねもしかしたらゲームではね、うん、いやマジであれあれなんじゃないかなみたいな、うん、まあなんかそういうね流れが出てくる可能性もありますよと、はい、僕は思います。いい守備なんだよな富安。おい、ちょっと一試合、あー、まあまあまあ、待て、ちょっと待って、わざと打たせるのは俺のプライドが許さん。全力で、あー本当にやっちゃった。いや待って、これさ、もっと早い段階で変えないとダメだ。おお、ショートカウンターで100回試合だった今。おお、バッチゲット。相手のシュート見極めてうんぬんかんぬんってやってると、ちょっとあの変えるタイミング逃しちゃうんで、もうちょっと1回触ったら交代みたいな感じでいこっか。最後これは反対で、いや、ドーン、オッケー。思ってたんと違う。あ、打たれそう。おい、危ないよ。わざとは打たせん。はい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 、イエローだね。え、レッド出た。ちょっと厳しくね。あー、それはやっちゃったね。オッケー。あー、また使えなかった。さあ本当にラスト1試合でいこう。もう本当にラスト1試合。おい、もうチェフまだ1回も手でボール触ってねえからな。マジで、マジでやろう。
チャンスだよー。ここ通れ、よーし、いいとこ通したな。あ、だいぶやばい、だいぶやばい、これだいぶやばい。チェフ、チェフ、いやー、やっぱダメか、コラプシングが低いからね。いや、もうこれはもう作戦発動するしかない。シュマイケル頼むぞ。チャンス、バペー、これ決めるぞ。こう、よーし、あ、結構危ない、うわあ相手まさか読んでいるか。このシュマイケルは至近距離に強いからね。まあ遠距離が苦手かどうかちょっとね、ゴールキーパーの能力値うんぬんかんぬんで語れるほどの、ね、知識がないんで申し訳ないんですけど、いやマジか、チェフなら止めれてたな多分。お、プラティニあるか、来い、よーし、サイド勝ち越し、結構やばい、シュマイケル、おいナイスうーんと正面かこれ、はいはいはい、ナイスナイスナイス。さあまたちょっとチェフに変えましょう。これでね、多分相手ミドル多くなると思うんで、これもそのね、ミドルをチェフが止めると、ナイスー、うん、そうだね、まあみんなも多分ね、もう同じ答えにたどり着いていると思う。うん、一個だけだ、一個だけ言うね、ガチで意味ない。ママ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 、ウィキレマナ。